今回は NHK 杯、3回戦から、余正麒八段対許家元八段の一局を紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。余正麒さんの黒番ですね。はい、はい、最近はねこちらが小目でもねすぐ三々に入って、はい、まあ早速ツケから、はい、打たれましたね。はい、まあこちらとねこちらに跳ねることが多いですね。はい、まあ、こちら跳ねると、まあ、こういうような感じになって、この前のね、中村すみれ初段の碁はねこんな碁もありましたよね。はい、まあこういうこちらからもあったとは思うんですけどね。まあ今回は上を跳ねましたね。はい、つなぎでは出てからこうやって、こちらを隅でね生きるような展開も考えられます。はい、今回はこちらにつないで、はい、これがねいい手ですね。はい、伸びると、まあ伸びる手もあるんでしょうけどね、結構この場合は2が、いいところですから、はい、このように外して打つっていうのは一つの手筋ですね。こうやって近づけると、まあこうなってね、こういうちょっと、これもないことはないんでしょうけどね。はい、まあこんな感じで頭出されますから、ちょっと頭を出しにくくしてますね。はい、それからツケで、はい、こうやって頭を出せますけど、これだとちょっと重いんですね、こういうような感じになって。ちょっと4と叩かれるのが嫌ということで、はい、つけました。つけて、こう切れると。はい、これが一応手筋ですね。はい、まあ、伸びるとこうなって、一緒になって出ていくと。はい、これは先ほどよりね、いいですから、頭の出し方がね。はい、ということで、ここで、はい。白も三々と、この辺りはね難しい、昔はこういうねところは三々はあんまり入る感じはなかったんですけどね。はい、はい、まあいろいろあったと思いますけどね。ここでも、伸びで打って同じように打ってねこちらに展開するのも十分考えられたと思います。はい、まあ、今回は二段バネと、はい、はい、ここ押すんですね。押す、ちょっと意外な、はい、そう、羽根継いでね地に辛く打たれましたね。ここでコスんで打つ方がまあ本格的というかね、中央にも次打てますからね、進出しやすいように一度打つの方が硬い気がするんですけどね、手堅い。実戦は地に辛く打たれましたね。はい、羽根を利かして、はい、羽根が、はい、いいところですね。はい、これを利かしてここですね。はい、ここからのね打ち方がさすがの一言でしたね。まあここのね突き越しの薄みを狙われてますんで、まあこのようにねこう渡らせていても、はい、まあこれぐらいでもね渡らせていて、ここ開く価値があんまりないですからね。
まあこれだと、まあこんな感じで打っといて、まあこの辺り打っときますか。こんな感じで打ってればね、穏やかだったと思うんですけど、実戦は隅頑張りましたね。で、付け越しをちょっと様子を見て、こう切りからがね、素晴らしかったですね。まあ、こんなもんかと思ってたんですけど、まあ、これぐらいですとね、まだ白もちょっと薄いので、ちょっとね、白も怖いんでしょうね。これぐらいだとこれぐらいに収まられて、これは、白も大したことないと。切りから、伸びてね、手数を伸ばして、これを誘って、そうですね、これはこちらの方が目形がね、豊富だったような気がしますけどね。まあ、こちらで受けて、この切りが、やっぱり効果的でしたね。ここまた微妙なとこで、今なら、今当たり打てば、つなぎでしたね。で、こうなる。そうすると、これは白は、どうやって手を入れるか。この辺りで手入れるんでしょうかね。これで一応、これにはこれで受かってますから。まあ、これだと4とかってなるのかなと思います。実戦こうやって、切りにね、なって、こうやってこうやって手を入れたんですけど、まあどうせちょっとね、当たり打つとここに曲げた感触がね、ありませんのでね、まあ同じく手入れるんならこちらとか打ってた方がなんか良かった気がするんですけどね。こっちの方が G で頑張ってる気がしたんですけど、まあそれか何かもう中央打っちゃう。伸びはこれで。そんなにね、死ぬかと言われるとね、知らない気がしますけど、まあ、このぶつかりがね、ここにあった、合ってる方が目は熱かった気がするんですよね。これね、なかなか、切りにくいというかね。まあまあまあ、白はね、これを打っておけば次この出切りがあるからこうなり、こうなりますけどね。まあこれで一応切れちゃうことは切れちゃいますか。でもなんとかね、この辺り、まあちょっとここには1があるんですけどね、ここにこうなれば、こことここはね、見合いで生きてますし、ちょっと白もね、取りに行くの怖い気がしたんですけどね。まあ実戦こうなって、ここに手厚く入れたんですけど、伸びを利かして、ここに打てればね、白は、満足ですよね。で、桂馬にしまして、またぶつかりがね、良さそうな手でしたか。これで結構、ダメ詰まりになってね。ここでまたツケがね、いい切り返しですね。こちら跳ねるとこう切られちゃうんでしょうね、これは。こういうのにはこれで、こちらで頑張ると。ということでこうなりましたけど、こうなって、急所に行きましたけど、ここにね、手があったんですね。それが誤算でしたね。こうやって切り込みと、これね、逃げたいんですけど、逃げるとこう出る具合がありましてね。
まあ、こうやって、まあ、こうやって生かすっていうのもね、もしかしたらあったかもしれませんけど、まあ、息が残ったということでね、まあ、すぐ息内でね、他に打たれるかもしれませんし、まあ、こんな感じでね、息はありますね。はい。非常に白は、これね、こう、もう一手かかりますね。はい、取るのに。はい、まあ、ここね、ここも止めては、もう、白はもう盤面でもだいぶ良くなったような感じがしますね。隅は取れましたけどね、まあ、もともと、取れてると思ってたとこですからね。ここは2手かかってるようでは、やっぱり足りなくなりましたね。すごくね、真ん中をうまくまとめました。はい。京花弦さんのね、大変素晴らしい名曲だったんじゃないでしょうか。はい、非常に強い勝ち方でした。はい、ということで、こんなところで、それでは終わりにしたいと思います。はい、じゃあそれでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。